日本東京都府中市白糸台白糸台は東京都府中市の地名。現行行政地名は白糸台一1丁目から白糸台六6丁目。郵便番号は183-0011。府中市の東部に位置する。市内に車開し団地の敷地の一部を含む。府中市内の町では最も人口が多い。南から時計回りに押立町、小柳町、清水が丘。 若松町、紅葉丘、旭町、調布市、西町及び飛田丘に隣接する。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば、白井都内6丁目3番8の地点で28万5千円、平方メートルとなっている。1889年の町村静止校から府中市発足までは主に北多郡多玉村に属していた区域にあたる。 1954年4月1日に、府中市成立により、府中市の一部となり、1964年に、府中市大技上染や、下染や、車返し、小田分、瞳、府中、押したての各一部から成立した。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 品川街道白い大延滞号、白い大延滞号白い大二丁目に位置する有害延滞号、旧陸軍調布飛行場周辺では、1944年6月から9月にかけて約130機の延滞号が作られたと言われている。排水整備や砂利敷、誘導路、タイヤの痕跡から、その構造上、戦闘機を隠すために作られたものとされている。現在では、 都立武蔵野の森公園内に2期、府中市内に2期、計4期の有害園大号が残されている。その一つが、白井戸大園大号である。2008年に、府中市史跡に指定。朝野長政院生の後、白井戸大五丁目に位置する五部行筆頭としても、辣腕を振るった朝野長政の屋敷跡。長政は、秀吉の死の翌年である慶長を4年9月に、前田敏長、 大野春永党と共に、徳川家康暗殺を企んだとして、在場で打ち上げられ、長男の吉長に家督を譲って、府中在住の旧家臣平田家の屋敷へ隠居した。ただし、翌9月の関ヶ原合戦では東軍に組みしたため、罪を許され、家康に禁じするようになり、慶長11年には、紀の国和歌山37万国の吉長の所領とは、別に、 北地国新壁五万国を隠居領として与えられている。その地は、府中白井戸大幼稚園となっている。はけた坂府中が桂船を俗にはけと呼ぶことに由来されている坂。この坂を南下すると、江戸時代に武蔵野神殿開発に貢献し、大官を務めた川崎平門定高の出身地、押立町へ出る。下染谷現在の白井戸大三丁目に、 集落の中心にあった村落。その地名の由来は、日本穂高の衣を染め入れた染め殿があった場所から、下染谷新名社。元は、染谷という一つの村落で、上下に村に分かれた時期は不明だが、寛永12年の県知町には、下染谷と記録されている。ありがとうございます。